こんにちは、こんにちは、マシマ、です。今回は、中古のゲーム機を購入したので、レビューします。購入したのは、ソニーの PS3 です。今はもう、PS4 が出ているし、私も以前、PS4 Pro を購入しました。それに、PS5 がどうのと、さらに新しい世代のマシンが出てきそうですよね。でも、実はこの PS3、PS3 の中では最も最近発売された、最新型なのです。なので、PS3 のゲームを今後もネイティブで楽しみたい、ということで今回は今更、最新、最終型の PS3 を買ってみました。PS4 や古い PS3 と比較しつつ、レビューしていきます。最終、最新型、PlayStation 3を中古で買ってみたよ。さて、まずは購入した製品の詳細をご紹介します。私が購入したのは、ソニーの PlayStation 3。型番は CECH4300C です。次世代機の PS4 が出てから発売された、最終出荷モデルの PS3 で、2017年まで販売されていたようです。で、購入価格についてですが、私はこちら、中古品をネットで、約1万円で購入しました。販売当時の定価が26,000円なので、なんだか割高に思えましたが、PS3 の CPU に使われている、セル、ブロードバンドエンジンが原因なのかわかりませんが、古い PS3 って壊れやすい気がするんですよね。なので、新しく、より成熟した部品になった、最新のモデルを購入しました。開封するよ。それでは開封して、実物を見ていきます。まあ、古いものだし、それに中古なので、開封シーンはいらないかもしれませんが、一応、わざわざ、箱や付属品の欠品がないものを購入したので、懐かしみつつ、ご紹介します。コントローラーです。デュアルショック3ですね。ダメージは少なそうで安心しました。各種ケーブル類です。RCA ケーブルが懐かしい。HDMI ケーブルはおまけでしょうか。本来は付属していなかったはずです。取扱説明書や保証書です。あとは本体のみです。PlayStation 3本体です。内容物は以上。中古ですが欠品なしで、状態もそこまで悪くなさそうで安心しました。箱なし、欠品あり、とかであればもう少し安く売られているのですが、まあ、今回は内容物完備品を買ってみて、悪くなかったかなと思います。じっくり見てみるよ。それでは、PS3 本体の状態や、装備をご紹介します。まずは正面です。正面、左側から、ソニーのロゴと、USB ポートが2つあります。USB は 2.0 対応になります。正面中央部分に移り、ディスクのエジェクトボタンがあります。それからプレステロゴ、対応規格のロゴなどがあります。電源ボタンと、電源ランプがあります。ちなみに、PS3 では、この最終モデルに限り、ストレージのアクセスランプがありません。右側面です。こちらには特に何もありませんが、パネルをスライドして外すと、HDD へアクセスできます。ストレージの交換ができるのは嬉しいですよね。左側面です。左側には一見、何もないですが、中央部分に縦置きスタンド用の固定穴があります。このようにカバーを外すとネジ穴があって、別売りの縦置きスタンドを、しっかり固定することができます。スタンドがなくても自立しますが、縦置きするならスタンドも入手したいところです。背面、後ろ側です。背面左側から、まずは大きな排気口があります。LANポートです。ギガビットイーサネット対応です。ちなみに無線 LAN も内蔵しています。HDMI 出力端子です。光デジタル出力端子です。AV マルチ出力端子、アナログ出力です。電源入力です。端子類は以上です。光デジタル出力もあって、高性能なアクコンなども搭載。今でも普通に、マルチメディアプレイヤーとして使えそうです。あと、中古ですが、使用感は少なめな感じ。長く使えれば良いなと思います。それから、特徴的なディスクドライブについてです。この形の PS3 は、従来のスロット印式ではなくなりました。バネなどの、メカ的な機構でドライブの開閉を行います。
安っぽい感じもしますが、長く使うなら、多分こちらの方が故障しにくそうなので、悪くないです。それに、縦置きにしても、ゆっくり開くなど、意外と細かい配慮もできている感じがするので、面白いとも思いました。実際に動かしてみるよ。今回は中古品ということもあり、動作確認を含め、とりあえず動かしてみようと思います。それでは電源を投入します。ポチッとな。ロゴが出てきて。コントローラーをつないでという画面になりました。指示に従って、セットアップを行います。セットアップ完了。無事起動しました。では引き続き、実際にゲームができるのか試してみます。一応、しばらくゲームをしてみましたが、特に問題はなさそうです。とりあえずの起動、動作の確認は以上になります。使った感想と、その他細かいポイントを紹介するよ。それではここからは、今回購入した PS3 の感想と、旧型 PS3 との比較、最新の PS4 Pro との比較などを、軽くですがご紹介します。ちなみに、完全な試感になりますので、参考程度にお願いします。まずは、PS3 初期型との比較です。あくまでサイズ感での比較ですが、高さ、というか横置きした際の横幅が違いますね。結構コンパクトになっていて、狭い環境でも助かります。それと、プレステロゴも少し違っています。旧型はカラフルなロゴで、ロゴの回転にも対応しています。一方、こちらはシルバーのロゴで、回転もしません。今度は、PS4 Pro とも比べてみました。色の影響もあるとは思いますが、初期の PS3 が巨大な印象ですね。厚みはこんな感じ。購入した PS3 の厚さは、約 60mm、右の PS4 Pro の厚みは、約 55mm です。大きくて、厚みがある印象の PS4 Pro ですが、この中では一番スリムでした。あとは、きっと狙って設計したのだろうとは思いますが、本体の幅がほとんど同じでした。PS3 を設置していたところに、そのまま PS4 を置き換えることができそうですね。筐体の外観比較はこのくらいにして、次は、ゲームの画質を軽く比較したいと思います。ゲームの画質、というか画質感について、少し見比べてみました。比較したタイトルはメタルギアソリッドで、残念ながら同じソフトで揃えていないので、なんとなくの体感でのお話です。まずこちら、PS3 で、メタルギアソリッド4です。ゲームの解像度は 720p が最高とのことです。続いて、こちらは PS4 Pro で、メタルギアソリッド5です。解像度は調べていませんが、比較すると文字などが細かいので、おそらくは 1080p だと思われます。まあ、当然ですが、PS4 の方が明らかに高画質で、迫力があります。いやー、PS3 が出た時は、リアルすぎて驚いたのを覚えていますが、PS4 の時は劇的な進化ではない、と思った記憶があります。ですが、改めて比べてみると、世代の違いは明らかでしたね。PS3 も綺麗なのですが、少し物足りない感がありました。最後に、少しだけ、コントローラーの違いを振り返りたいと思います。個人的に気になる、違いについてだけご紹介します。まず、グリップの長さが違います。デュアルショック4の方が長いです。あとは、デュアルショック3にはある機能としては、セレクト、スタート、PS ボタン以外のボタンには、ボタンを押す力、圧力の感知機能があります。要するに、押す強さの加減で操作ができるんです。一方、デュアルショック4にある機能としては、タッチパッドと、背面のライトバー、ヘッドセット端子、スピーカーなどがあります。その他にも、様々違うポイントがありますが、個人的に気に留まった点はこんな感じでした。
まとめです。いかがでしたか？今回は、今更すぎますが、最終型の PS3-CECH-4300C の購入レビューでした。PS3 のソフトも、PS4 に移植されているものも結構あって、わざわざ PS3 を再購入する必要はあまりないです。ですが、一部のゲームは PS3 専用の場合もあります。それから、実は、PS4 って、CD の再生に非対応だったり、できることに違いもあります。なので、PS3 は光デジタル出力や、ネットワーク接続に対応した、かっこいい、マルチメディアプレイヤーとしても結構優秀です。使い方、目的によっては、今でも活躍できるのかなと思いました。さてと、今回の動画はこんな感じでおしまいです。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。